はい、ということで皆様どうもコンビファンユーです。ということで、ですね、今山頂というところにあります銀河の滝っていうところに来ておりますよ。はい、ここ結構来る、いやここ結構来ないですけど、でも山頂の方来たら必ず起きます。これちょっと天候、さっきあそこ一瞬北東部の時すごい天候良かったんですけど、やっぱりこちら辺来るとちょっと雲が怪しいですね。海が来そうな気がします。最初の国立公園銀河の滝で、銀河の滝って多分あれだと思うんですよね、これね、これがね、天気良かったら、まあ、おーおお段差が足元が見えてなかったら、段差が、段差の折り方がちょっと危ういですね。うわー、すごいね、マイナスイオンがすごいと思います。で、皆さんですね、川気をつけてください。今、雨の関係で結構水が降水量多いみたいなので、ちょっとかなり水が荒いですね。水の勢いが激しいです。で、川口は危ないので十分注意してください。本当はこれなかったんですけどね、本当5年とか6年ぐらいまで経ってなくて、自分その付近まで行ったんですよ。でも今抜けなくなったんですけど、つまり抜けたんです。行ってもいいだろうけど、ちょっとね、ダメですね。危険な行為なのでダメですね。ちょっと下げなくて、よし、綺麗ですよね、これ。会社の連れて行きたいところなんですけど、今なかなかみんなやっぱ忙しくてですね、来られないっていうことでございますよ。いやー、ささやぶが、こういうふうに歩ける状態になってる、総運行銀河の滝でございます。よかったら総運行来ることがあったら、ぜひ寄ってみたらどうかなと思われます。天気よかったら最高に綺麗です。水がすごい透き通ってるんですよ。今もすごい透き通ってますけど、ね、もっと綺麗なんですよね。ちょっと雨の関係もあって、ちょっと汚いですけど、濁ってますね。晴れの時はもうバッチリです。よかったら来てみてください。ということで、この辺で終わりにします。Bye.